<YouTube> 私がですね、先日、ドナルド・トランプ前大統領ですね、えー、の銃撃事件に対してですね、あの、TBS の長寿番組サンデーモーニング、最近ですね、関口博さんからですね、えー、前場隆子さんにキャスターが変わって、まあ、あり、 程度若返りはしたんですけれども、まあやはりですね、サハリベラル系の TBS の報道番組として、ある特定層からの人気を博しているんでしょうかわかんないんですけど、僕よくその後のですね、サンデージャポンにですね、出ることが多くて、モニターにサンモニの映像が流れるんですけど、あそこで大体オータヒカルさんがですね、悪態をついてる、なんだこのイジ何言ってんだよ、みたいな話をずっとしてるのが実は結構面白くて、あ、そう、それ多分出演した人しかわかんないと思うんですけど、 前場高子さん、やっぱりね、すごいサーリベラル系の番組なんで、アンチトランプみたいな論調ではあるわけですけど、銃撃されてですね、一人残念ながらお亡くなりになったんですけど、まあ、トランプに命が別状なかったけれども、まあこれはきっかけにしてですね、トランプが大統領選で有利になっちゃうんじゃないかみたいなことをですね、まあ、結構、えー、プラスのアピールになりかねないとか、共和党とトランプ陣営がこれで結束していくきっかけにも、えー、なってしまうんじゃないかみたいなことを、いきなり言っちゃってですね、おいおい、トランプ の命ちょっと心配してや,やれよとかですねあの助かって良かったですねとかですね言えばいいのになんなんて飛躍してなんかトランプが勝っちゃったらどうしようみたいな話を言っちゃったらしくてそれはさすがに人の心ねえだろって俺も書いちゃいましたけどなんかそのことに対して Facebook でですね一応なんか友達申請制限してるみたいですけれども Facebook にまた不要意な一言を書いたらしくて 大炎上、えー、しております。で、えー、またなんか言い訳みたいな投稿をしたらしくてですね、そこでまたさらに炎上して削除しちゃったっていうことなんですけど、本当フェイスブックは気をつけた方がいいですね。僕もそういう運用してるんですよ。友達申請とかって、えー、最初よくわかんなくて、友達申請誰でも受け付けてた時期があったんですけど、その後、なんか知らない人とかどんどん今削除していってるところで、本当にリアルの知り合いだけの SNS にしようと、えー、してはいるんですけれども、あまりにも数が膨大すぎて、 で,ですね全然間に合ってはいないんですけど、えー、断るごとにこの人知らないなっていうのはどんどん削除していってるような状況ですけれども、全然知らない人がですね、これを拡散しちゃったりとかしちゃうので、本当フ Facebook の投稿はですね、えー、友達限定、 だと思って投稿すると、えー、周りの人たちにですね拡散してしまう。またこうやってネットニュースになってるわけで、いやゼンバさんですね非常に僕もあのー、すごくこうバランス感覚の良い、えー、キャスターさんなのかなーなんて思ってたら三文字のキャスターになって左、えー、リ,リベラルでこんなひどいこと言う人だったんだとかって俺も俺もちょっとなんかゼンバさんのイメージ変わっちゃったんですよね。だから本当に不意な一言は分かんないですけどあの番組にずっと出続けてると。 そういう、なんか、洗脳がかかっちゃってしまうのかもしれないですね。周りがみんなそんな人たちばっかりになるんで。まあそういう意味でもですね、僕 SNS は本当に山本太郎からですね、紀藤弁護士とかですね、サハリベラル系の人たちいっぱいフォローしてるんで、そういう風にならないように、どっか一つの意見にですね、えー、左右されないというかですね、洗脳されないようにした方がいいんじゃないかなって思いました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい